この度のドラフトにおいて、藤田純平君を指名させていただきましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから自分にはどういうことが必要なのかなとか、期待も込めて言ってくださったので、それに、なんですかね、期待に応えれるようにというか、そういう話をしました。やっぱり支配下、プロで活躍するっていうのが目標なので、支配下登録足りないと始まらないと思ってるんで、そこは目指して頑張りたいと思っています。シーズン中も地区の方に、試合をさせてもらったんですけど、やっぱり設備が、素晴らしいものがあって、また、いろんな選手が、上の舞台で活躍して、育成選手でも上の舞台で活躍できるというのは、やっぱそういうところに立てている球団なのかなと思っているので、そこは、自分としてもとてもワクワクしています。その千賀投手であったりとか、周東選手、甲斐選手とか、実際上の舞台でやれている選手が多々輩出している場所なので、実績ともに素晴らしい球団というのはありますし、でも結局は自分がその恵まれた環境でどんだけできるかというのが支配下選ばれる、肝心なことだと思うんで、自分がそうですね、球団に頼るじゃなくて、自分がその恵まれた環境でどんだけできるかと思ってるんで、そこは頑張りたいと思っています。魅力の一番はですね、球のキレっていうところを、一番第一印象で魅力を感じたので、でその時でも、今先ほど記者さんとか本人も言ってたんですけど、今年1年でまずストレートのスピードが今のキレを持ってどこまで上がってくるのかなという楽しみな見方で、毎試合毎試合見ていたというのが現状ですね。はい、で少しずつそのストレートの球速も上がってきて、このスピードガン以上に感じるキレの良さというものを生かした投球ができるんじゃないかというところのさらなる成長を期待しております。そうですね、先ほど本人は僕は先発したいって最終的な目標か、先発をしたいという目標を発言してたと思うんですけど、そんな簡単に甘くないまずはね、うちの左投手左腕の中でしっかり揉まれて競争して、首脳陣に認められて、もう打者一人だろうが1イニングだろうがみたいな感じでいい結果を出しつつ、最終的にはその先発にたどり着くって本人が言ってるので、そこまで の努力といいますか向上心を持ってやるという意思の表れの言葉でもあると思うので、そこまで、チームはもちろんですけど期待して見守って活躍を期待したいと思います。ちょうどいいサイズを持ってきたつもりなんだ。はい、ぜひお願いします。これ以上大きな声じゃないです。
この度、福岡ソフトバンクホークスさんから育成7巡目で指名いただきました藤田純平です。1年間、ファンの皆さん、応援ありがとうございました。そうですね、新天地となるんですけど、育成から支配下に、向けて、一日一日泥臭く頑張っていこうと思うので、ファンの皆さん、声援の方お願いします。